今日、解説するのは2007年に登場した4代目のレクサス LS600H だ。これは4代目となっているが、日本では初登場のモデルなんだぜ。確かレクサスって、もともと北米を中心に展開していた最高級ブランドだよね。ということは、この4代目あたりからレクサスが日本にも登場したってことなの。ああ、まずは簡単にレクサスや LS の歴史を振り返ってみようぜ。1989年1月に、トヨタが北米を中心に世界のマーケットに殴り込みをかけるため立ち上げたのがレクサスだ。そしてその年の8月にレクサスから発売されたのが初代 LS なんだぜ。ちなみに LS はラグジュアリーセダンの頭文字だ。これがアメリカで爆発的人気となって、レクサスブランドは上場のスタートダッシュに成功したってわけだぜ。確か LS ってレクサスのヒエラルキーでもトップに君臨するカテゴリーだよね。それじゃ初代 LS はどんなところがアメリカ人に受けたの？特にアメリカ人の度肝を抜いたのが静粛性だ。びっくりするほど静かな室内になんじゃこや、これまでのアメ車では考えられないぜ。ってなって、レクサスすげえ。ってなったわけだな。そんなに初代 LS は静かだったんだね。まあこうして初代 LS で成功を収めたレクサスは、さらに2代目、3代目でその高級感にさらに磨きをかけ、進化を遂げて、北米でのレクサスブランドの地位を確立していったんだな。それで北米で大成功したレクサスが、日本に逆輸入されたってこと？ああ、2005年8月にレクサスブランドが日本に逆輸入されて、その1年後となる2006年9月、4代目 LS シリーズとなる LS460 が登場。そしてさらにおよそ半年後の2007年5月に、今回の主役となるレクサス LS600H が登場したんだぜ。この LS は、日本ではどんな期待が込められていたんだろう。当時のトヨタ首脳陣の思惑は、今まで目もくれなかった輸入車ユーザーを取り込みたい。本当の富裕層を狙い撃ちとか、そんなことだったらしい。そんな期待を背負ったレクサスのフラッグシップモデル、4代目 LS の開発コンセプトは夢への挑戦、そして超越だ。なんか壮大なコンセプトだねー。ちなみにこの4代目 LS って、今回主役の LS600H の他にも LS460 っていうのがあるんでしょ。この2つは何が違うの？それじゃ先に LS460 について簡単に説明するぜ。これは新開発の V8、4.6Lエンジンを搭載したガソリン車だ。市販車として世界初のシーケンシャルシフト付き8速 AT を備えたってのも話題になったな。今だと珍しくないけど、この LS460 が最初だったんだね。そしてアルミ合金でできた4輪マルチリンク式サスペンション。シフトショックが皆無に近く、高速域での安定性の高さや静粛性でスピードを全く感じないってことで、気がつくととんでもないスピードになっちゃってるっていうモンスターセダンだ。そして今回主役の LS600H と LS460 との大きな違いはガソリンかハイブリッドってことだぜ。そうなんだ。LS600H は新開発の V8、5Lエンジンに高出力化されたモーターを組み合わせた。まさに最強のハイブリッドシステムが搭載されてるんだぜ。駆動方式はフルタイム AWD で、システム出力は 445PS。それなのに燃費は 12.2kg と3リッター車並みで環境性能も上々ってマシンだ。さすがにレクサスのトップモデルってことだけあって、環境配慮も重要事項ってことなのかな。LS600H の発表会で、当時のトヨタの渡辺克明社長はこんな風に言ってたぜ。今回発表する LS600H は、トヨタがこれまで培ってきたハイブリッド技術の集大成である。走りと環境性能を高いレベルで融合する世界で唯一の存在として、21世紀の高級車の新たな価値を提案するモデルである。LS600H はレクサスのトップっていうより、世に出ている全ての車のフラッグシップを狙っていたって感じだね。ああ、でもな、LS のハイブリッド化はなかなか難儀だったらしいぜ。どういうこと？そもそもその頃の高級車って概念は、多気筒、大排気量、ロングホイールベースだったんだ。ハイブリッドはどちらかというと蚊帳の外。だからハイブリッド化にすることに対しては、レクサス内からも反発があったと言われているぜ。ハイブリッドなんか高級車にふさわしくない。ってこと？ああ。例えばその頃ハイブリッドの代表格といえば、低燃費を売りにしているトヨタプリウス。当時はまだ低燃費車と高級車を一緒くたにすることに抵抗がある人もいたんだろうな。なるほど。でもレクサス内では多気筒、大排気量はこれからの時代の高級車の姿じゃない。って結論となっている S600H はハイブリッドマシンとなったわけだ。これぞまさに21世紀の高級車の新たな価値を提案するモデルってことだね。それじゃ、どんなところがこれまでのハイブリッドと違うの？例えばハイブリッド特有のヒューンっていう回生音とかあるだろ。あれね。今はだいぶ聞き慣れたけど、最初はとても違和感があったよ。あの独特の音をはじめとしたハイブリッドの癖を徹底的に排除しようとしたんだ。LS600H はハイブリッドなのに凄みもある車じゃなくてはならない。
圧倒的な速さ、そして凄みのある加速感、そしてエレガント。ハイブリッドに付きまとう安っぽさは極力、排除しなくてはならないってなったんだ。確かにレクサスのフラッグシップモデルなんだから安っぽさは極力、排除しないとね。そうして出来上がった LS600H のハイブリッドシステムは、モーターと5リッター V8 のコラボレーションだぜ。確か LS460 は 4.6 リッターの V8 エンジンだよね。それよりも上で、さらにモーターまでついちゃってるって、ちょっと異常じゃない。当然、想像を絶するハイスペックなシステムだな。めちゃくちゃスムーズでレスポンスが良くて、安定感もあって、従来にない洗練された走りだ。その上で LS600H の最大の強みは、やっぱり静かさというんだから半端ないぜ。やっぱりここでも全米を震撼させた静かさは健在なんだね。そりゃそうなんだが、これがむっちゃくちゃ大変だったらしいぜ。なんで、初代から全米を唸らせた静音技術なら楽勝なんじゃないの？それはガソリンエンジンだからできたことだ。いいか。LS600H はハイブリッドだ。それってどういうことかわかるか？つまりエンジンだけじゃなくモーターでも動くってことだよね。そうだ。それはすなわち、ガソリンエンジンでごまかしていた超微量なノイズをごまかすことができなくなってしまったんだ。そうか、ハイブリッドで静かになっちゃったから、これまで気にならなかったノイズが耳についちゃうってことか。ハイブリッドだとエンジンの回転数は低め、あるいは止まっていることも多い。そうすると、これまで気にならなかった音やノイズがどうしても耳に残ってしまう。LS600H はトップオブレクサスだ。そんな微量な音も徹底的に排除しなくちゃならないぜ。そこでいろんな制御関係の開発スタッフも巻き込んで、一個一個、ノイズ除去に当たらなくてはならなくなったんだ。うわぁ、それはむっちゃくちゃ大変そう。まさに地獄だろうな。消しても消しても、次から次へと現れるノイズたち。普通の車の3、4倍の人員を要して対処したらしいが、まさに地獄だ。このノイズ除去にこだわった開発者は、人間の過剰限界への挑戦みたいだったと語ってたぜ。人間の過剰限界への挑戦って、こうなると最後は開発者の皆さんの意地だよね。開発者の皆さんの努力は、静音だけに向けられたわけじゃないぜ。他にも解決しなくてはならない問題がわんさかあったんだ。例えばどんな問題があったの？この LS600H は AWD だ。いわゆるフルタイム 4WD ってやつなんだけど、実はハイブリッドとして FR ベースの AWD は初チャレンジだったんだ。それは意外。どうして AWD 化にしたの？それはこのシステム出力 445PS という馬力を余すところなく、どこでも踏めるようにするためだ。システムトルクは6リッターの NA くらいあるんで、大スペックを十分に発揮するためには、AWD 化は絶対だぜ。でも、そもそも AWD は振動性能が悪い。しかも動きも鈍くなりがち。なるほどね。確かにこのパワーで FR だと怖いよね。それでどんな最新技術が投入されたの？ LS460 にも搭載されている車速感応制御付きエアサスペンションを新たに 4WD システムにも採用して、さらにトランスミッションは2段変速式リダクション機構付きの CVT。他にも車速感応式の可変ギアヒステアリングや、VDIM と呼ばれる車両運動統合制御の搭載と、最新テクノロジーがふんだんに使われているんだぜ。よくわからないけど、最新機能のオンパレードだね。それじゃこの LS600H のスタイリングなんかも紹介してよ。うむ。やはりレクサスのフラッグシップモデルということで、気品にあふれ、それでいてダイナミックな佇まいでなくてはならない。伸びやかでシャープなサイドのライン、鍛え上げられた筋肉のように、ボリュームがありながら引き締まったフェンダーとスタイリッシュなセダンなんだけど、ぶっちゃけ、ヨーロッパ車と比べると、ちょっと印象が薄い気がするぜ。確かに、メルセデスや BMW のような、誰でもわかる特徴は薄いかもね。エクステリアの最大の特徴として挙げられるのがヘッドライトだ。実はこのヘッドライトには、三眼プロジェクターランプに LED が採用されてるんだけど、これは量産車としては世界で初採用なんだぜ。出た、ここでも世界初採用案件。実はそれまでも LED ヘッドランプってのは検討されてたんだけど、圧倒的な光量不足で実現しなかったんだ。なんと懐中電灯なんかに使用される LED の400倍の光量を持つ LED を、片側28個も使用してるんだからたまげたもんだな。これはすごいね。と、ここまでスタイリングやエクステリアに使われてるテクノロジーをちょろっと紹介したけど、それ以上にこの LS600H について触れなくてはならない点があるんだな。それはこの LS600H にはロングボディも用意されてるっていうことだぜ。ロングボディバージョン？ああ。便宜上、ショートボディと呼ばれる LS600H のボディサイズは全長 5090mm、全幅は 1875mm だ。まあぶっちゃけ、これでも十分にでかい。でもな、ロングボディの LS600HL の全長は、さらにそっから 120mm 長くなって 5210mm だぜ。しかもその延長分、
すべてがホイールベースに振られているんだな。ってことは、つまり見た目の迫力がさらに増し、そして後席のレッグスペースがさらに広がり、超快適ってことだ。しかも、このロングボディの LS600HL には5人乗りの他にも4人乗りの設定もあるんだぜ。こんなに広い車内空間なのに、さらに4人乗りって、どういうことよ。これはショーファードリブン的な使い方をするユーザーに向けてのマシンなんだろうけど、この4人乗りの装備が半端ない。4人乗り後席セパレートシートパッケージってやつなんだけど、オットマンやマッサージ機能、格納式のテーブルや後席 DVD 専用プレイヤーに9インチのモニター、そして赤外線センサーによる空調システムとか、それはまさにファーストクラス級の快適性って評判なんだぜ。ファーストクラス級？まさにおもてなし精神にあふれる日本が生んだハイラグジュアリーカーならではのありがたいお言葉だね。でも普通の LS600H も立派な室内空間なんでしょ。そりゃそうだ。この後席セパレートシートパッケージがあまりにも凄すぎるだけで、普通の LS600H だって悪くないぜ。そりゃそうだよね。でも、これだけ豪華装備だとお値段も高そうだわ。その気になる金額だが LS600H は970万から1220万。LS600HL は1330万からだ。ちなみに後席セパレートパッケージになると1510万円とまさに破格だぜ。しかし、レクサスとしては国内での月間販売台数を300台としたのに対して、発表前にすでに3000台以上の受注があったんだな。すご。それだけ日本では LS の登場が待ち焦がれていたんだね。試乗もしないで1000万超えの車を注文するって、バブルが弾けても金持ってる日本人ってたくさんいるんだなってことを感じさせてくれるぜ。でもな、実は一部報道ではレクサス、不審とか言われてたんだぜ。え、そうなの？これは LS に限った話じゃないんだけど、やっぱりブランド力でベンツや BMW に劣る、デザインが微妙といった声が上がっていたのも事実だ。レクサスブランド自体、国内年間販売計画は5から6万台だったんだけど、2007年の登録台数は全車種合計でおよそ3万5000台だ。あれま、目標に全く到達してないね。LS シリーズも2007年の登録台数は1万9000台ほどだ。しかも北米などで高級車として人気だったレクサスブランドも、このあたりからサブプライム問題による景気悪化やガソリン価格の高騰で売れ行きが怪しくなってきたんだな。国内外で苦戦を強いられてしまったんだね。まあそんなこともあって、ビッグマイナーチェンジでデザインやスペックを見直して巻き返しを図り、その後も細かく仕様変更をして、一定の話題を作ったところで4代目 LS シリーズは2017年10月にその役目が終了。そして5代目バトンタッチされたってわけだ。それじゃ、この世界初の最高級ハイブリッドマシンの LS600H だけど、今ならいくらで買えるんだろうね。うむ。中古車サイトを覗いてみると、掲載台数は284台と割と多めだな。本体価格で最も高値をつけてるのが492万円だ。定価の半値以下とはいえ、やっぱりレクサスだぜ。そんなに安くないな。一番安いのなら、56万円っていうのもあるね。2007年式で13万キロ走ってるから、メンテナンスにお金がかかりそうだな。まあレクサスのフラッグシップモデルだから、それなりにちゃんとメンテナンスすれば、まだまだ乗れるかもしれないぜ。余裕があれば、新車価格が1000万円超えの最上級のレクサスをお得200万円台で、堪能してみるってのも悪くないかもしれないぜ。でもレクサスをもってしても、ヨーロッパ車に対抗するのは大変なんだね。やっぱりヨーロッパ車って、作りも立派だけど、メーカーそれぞれの歴史とか、それまで積み上げてきたものがすごいってことなんだろうね。でもレクサス開発陣が当時から LS に託したヨーロッパ車に負けない車を作りたいって思いは間違っていなかったと思うぜ。この LS600H で高級車にハイブリッドを搭載させたりとか、今じゃ当たり前だけど、やっぱりそういう気概から生まれたチャレンジが、新時代の車を作る礎になったと思うしな。これからもレクサスは、ヨーロッパ車に追いつき、追い越せ精神で、世界の自動車産業を発展させるフラッグシップモデルであり続けてほしいわ。まさにその通りだな。ってことで、今日の解説は以上だぜ。みんなのレクサス LS600H への熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。